DV や元友達のいじめ、や失恋の経験から否定されるのが怖くてアウトプットしたくても抵抗してしまう部分もあります。人の目を気にしないようにする方法はありますか、ということですね。なるほど。まずですね、人の目が気になる人、気にしすぎな人のですね、対策法っていうのは一応今日の概要欄の方に入ってますけど、 D ラボで紹介してるんですけど、気にしすぎな人のこの気にしいを直すための方法っていろいろあるんですね。認知行動療法っていう方法を使っていわゆるこう自分の考え方の歪みを直すって方法があるんですが、一番手っ取り早い方法は実は体を鍛えることなんですよ。これなんでかっていうと、体を鍛えることによるメリットっていろいろあるんですが、一つ目が体を鍛えて自分の体結構鍛えてきたな、変わったなっていうふうに思うと周りの目が気にならなくなるんです。なんでかっていうと、周りの目が気になるのって周りのその評価が自分の評価を決めてると思っちゃってるから、つまり自分の人生は周りに決められてるって感覚があるんですよ。ところがこうやって体を鍛えたりとかして自分の力で自分を変えたっていう感覚ある人って、周りの評価関係なくて自分で望んだ自分に変えることができるんだ、ヘマをしても自分に取り戻せるんだって感覚が生まれてくるの で、これでやっぱり未来が切り開けるようになるんですよ。と同時に、他人にどう思われてるかってストレスってきついと思うんですが、体を鍛えるとですね、この筋肉の中にストレスをですね分解してくれる、まあ、タンパク質というか物質が生まれるんですね。でこれ筋肉を大きくなればなるほどこの力が強くなるので、そういったストレスにも勝ちやすくなるよってことが分かってます。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。